かない。うん。駅弁を買いました。よいしょ、なんか涼しいやつ。夏の弁当です。に到着しました。八戸線に乗り換えて鹿生島に行きます。八戸からサメまで行きます。これ現金だけだった。サメ駅です。ここから2駅2分乗ります。近づいてきた。鹿児島です。鹿児島神社。あれ、なんかウミネコがさ、いるって書いてあったけどさ、今日は少ないんじゃない？全然なんかウミネコの糞がめっちゃ落ちてくるみたいな話を聞いていたのですが、東京より2度3度ぐらい低い想定だったのですが、めちゃくちゃ暑いね。ウミネコに注意。こんな字を書くんだね、鹿児島の。島はこうなんだね。階段を登っていきます。暑いです。とても暑い。お、歌、こう歌。眺めが良いです。おー、山から港まで。なんか氷山と株ある。なんて？氷山と株がある。株があるの？3回撫でる。あ、株が上がるんや。金運人気運などの諸々の評価が上がる株です。めっちゃ海水浴してる人がいる。楽しそう。波ですね。ウミネコの紹介。8月から離島。2月ぐらいにいるっぽい。残念です。一通り島を楽しみまして、亀井駅まで歩いて戻ります。ちょっと海を眺めながらまっすぐ。バスがあると良かったんですけど。ハニー入ってる。ホットミカフェオレやん。めっちゃハチメツの味する。あ、本当に。八戸駅からバスに乗って十和田湖に行きます。はい、あれ何？くもくもの、もくもくの、あ、奥様、奥様。ありがとうございました。十和田市全体です。かわいい。あ、なんこれ？あれ、あれシーツの女性。そうなの？名前付け。途中でトイレ休憩を挟みます。バスがね、思ったより長くて2時間ぐらいあるみたいなので。調べてたご飯屋さんがなんと閉まっています。夜ご飯難民説あるな。残念ながら残念ながら。あ、もしもし、本日そちらって何時まで営業されてますでしょうか？
ホで QR コードを読み込んでセルフチェックインします。夜ご飯を追加できるかどうでしょうか。お部屋に着きました。7月にリニューアル、あ、お水がある、ありがとう。リニューアルされたばかりのお部屋です。素敵。ちょっとじゃあ荷物置いてご飯を探しに行きます。十和田湖を望めるラウンジエリアがあって、冷凍食品も、あ、あった、冷凍食品もあります。グラタンとかキンパ、美味しそうの森田が空いてるかと思いきや、屋台もちょうど終了したところで、お菓子しかないと言われたんですけども、十和田荘というホテルを教えてもらいまして、そこのレストランがもうすぐ開くみたいなので向かいます。ちょっと夜ご飯まで時間があるので十和田湖を散策します。すごい素敵。明日のフェリーに乗って反対側まで行くの。ねえ、この静かな感じが。夕日が。ただいま5時です。5時半です。ちょっとホテルの前の酒屋さんで夜ご飯食べた後のお酒を調達しておきます。おいらせビール。ちょっと気になるね。こちらがおいらせビールです。めっちゃ種類ある。1290円、木材のお店、なんか素敵なゲストハウスがありましたね。本がいっぱい置いてある。何買ったん？ドイツナンバーのクラシックビールと、ゴミールです。はい、多分これは朝食を頼んでた人向けのやつ。かわいい。チェアもなんか素敵だね。ね、ゆっくりできそうな。1階の奥に大浴場があります。入ってすぐのところに鏡。タオルかな。で、お風呂の、カバンが。こっちにもタオル入ってる。素敵ですね。いいね。トイレのところだけまだ改修中みたいで、ビフォア感がすごい。ほら、お部屋のタイプが2つあって、こっちはベッドタイプです。便利。便利な。めっちゃ画質綺麗じゃない？そうなんよな。インカメなのにな。綺麗よな。iPhone14 やから。14。Android 10。何なんか分からんわ、その凄さが。誰もいない。なぜか走っています。全然時間は余裕あります。リンゴ屋さん発見。8種類ぐらいある。そう、10種類。なんだこれ。トマトみたいです。トマトなのかな。なんかでもさ、トマトと、ね、え、危ない。十和田荘さんにお邪魔します。構えがいい感じ。これは宿泊先の候補でもあった十和田荘です。あ、素敵。ニコニココーヒーラウンジにねぶたのセットがある。こうやけどさ、そうめっちゃわかる。旅館みたいな。古き良きやな、ね、大浴場。あ、ラーメンありましたわ。滝がある。素敵。味噌ラーメン来ました。メニューこんな感じでね、700円だった。
ただきます。いただきます。ね。こけしちゃん。なまはげ。かわいい。ちっちゃいのもある。なんか悪い子に罰は変えるみたいな、ちょっとことあるけど。あ、そうなんだ。だと、多分2泊3日とかで。うん、うん、うん。山の7時20分の十和田湖、この暗さと光のコントラストが素晴らしいです。これブラシ、お風呂に行きます。セパレートタイプの部屋着。